どうも浜カンです。よろしくお願いします。11月14日が何の日か知ってますか？11月14日何でしょう？埼玉県民の日。埼玉県民の日でした、うん、いや私は埼玉県出身なんでね。あったでしょそういうの。ありました。確かに、ね、何やら廃藩置県によって埼玉県が制定されたのがこの11月14日と、うん、まさに埼玉県が生まれた日ですよね。で同じ理由でね、はいはい、大分県民の日でもあるんだって、うん、あそうなの、うん、大分県もその日生まれた。そうそう。いや大分県って一緒かよ多分大分県民も埼玉県と一緒かよって言ってるって。言ってるだろうな。言ってるよね、うん、分かる分かる。埼玉県民の日はこう県内の学校が結構お休みだったり、休みになったで県内のいろんな施設が入場無料とかね、お得なんだって。なってたかもしれない。で埼玉県民でしょ、うんはいはい、埼玉県民の日ってどこ遊び行ってたの？それはお前ディズニー行くよ。お前千葉行っちゃうんだね。みんなこぞって千葉のディズニー行くよ。せっかく県内のほら東武動物公園とか西武園遊園地とか無料なんだよ。いやいやそれらの無料の施設よりもね、うん、7400円かかろうが空いてるディズニーの方が魅力的なんだよお前。あそうか。そうでしょうか。それは、うん、東京都民も、うん、神奈川県民も一緒だろう、うん、お前。まあそうだな。その感覚。そう考えるとでも埼玉より千葉が上なわけ。なんでだよ。そうじゃん。だってディズニーの力だろそれはお前。おそうディズニーの力だろ。うん、そうだろこれ千葉の力じゃねえだろ。確かに千葉と埼玉って言ったら若干埼玉の方が上かな。ちょっと上かな。じゃあオッケーオッケー。じゃあ埼玉の魅力何か言ってよ。てめえ舐めてんのかこの野郎。すいません。埼玉の魅力なんて言われてスッと出てくるやついるわけねえだろうが埼玉県の俺ですら難しいよ。ないんじゃん。いきなり聞いてくんのそんなこと。頑張って絞り出してよ。絞り出すね、うん、埼玉スーパーアリーナ。あ有名。これガイタレ来るよ。確かにすごい。ガイタレが来るぐらいすごいよ。マドンナ来た。マドンナ来たよ。とてつもなく遅刻した。大遅刻してきたよあいつ。舐められてるよこれ。埼玉舐められてる。埼玉が舐められてるか。あれはもうあの場合日本が舐められてる。あそうか、うん、まあ埼玉スーパーアリーナすごいわ。すごいよ。もう一個ぐらいなんかない。狭山丘陵っていうの。何狭山丘陵。何それ。あの自然がいっぱい。弱くない？いや弱くない。2個目で自然がいっぱい。弱いって聞いたら弱くない、うん、あのジブリに出てくるトトロの森のモデルになったところがあるの。本当に全国からジブリファンが集まってくるの。すごいじゃん。すごいとか。それはさジブリの力じゃん。ちげえよお前。えジブリの力は埼玉の力だろお前。どういうこと？ジブリの世界観は埼玉の世界観を取ったってことだよ。あそうかそうか。あれは埼玉の力だ。まあジブリファンがこぞって行くわけだ。そうだ。まあジブリをもっと楽しみたいんだったらね、うん、三鷹の森ジブリ美術館が一番いいかな。三鷹東京なんですけど、うん、大丈夫。あそこが一番いいね。まあまあ、うん、じゃあ狭山丘陵もいいとしましょう、うんうん、じゃあ他にもう一個ぐらいないの？他はね、なんといっても東京に近い。東京の魅力だよそれは。東京に近い。これが一番いい。いやもうダサい玉じゃん。てめえ言っちゃいけねえこと言ったな。いやみんなよう言うけど埼玉県民の前で一番言っちゃいけないこと。そうなの、うん、無事に池袋歩けると思うなよ。いや池袋も東京だってバカか。お前池袋にいるの8割埼玉県民だよ。確かにそうかもしんないな。そうだよ。もういいよ。まあ8割ぐらいねバイトしてるからね